ティールボールラン。1890年アメリカ、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース、スティールボールランレースが開催された。車椅子の青年ジョニー・ジョースターは鉄球を操るジャイロ・チェペリと共にレースに参加した。だがレースの真の主催者であるファニー・バレンタイン大統領の目的は北米大陸に散らばる聖なる遺体を集めることにあった。二人は遺体を狙う刺客たちを撃退しながらレースを続けるが、エースステージにおいて総取りを目論むバレンタインの教主によりジャイロが倒れる。しかし追い詰められたジョニーは友の残した鉄球を利用し起死回生の一撃を放つのだった。ジョースか？いない、僕一人だ。どこだろう、ここは。海のようだけれど。最後に来る。きっと、もう一度、バレンタインは。君はそこで何をしてる？誰かは知らないが、こっちへ来るな！僕に近づくな！その無限の回転、今の私にはもはや無意味だ。何？バカだ。手応えはあった。完全なる黄金の回転エネルギーは奴に命中したはず。それなのに無限の回転が消えてる。私たちの戦いにもはや勝者はいない。だがお前の爪弾なら奴を倒せる可能性がある。忌々しいことだが、今となってはそれにかけるしかない。横槍？奴だと？何を言ってるんだ。お前はジョナサン・ジョースターだな。ジョナサン、お前がこの世界のこの時代にやってきたということは、聖なる遺体集めは順調ということか。そのまま遺体を集め続ける。全て揃ったその時こそ本当の戦いになる。消えた。僕を始末しようとあんなに躍起になっていたのに。さっきまでそこにあった遺体がない。遺体が消えてる。何を？スローダンサーのバレンタイン大統領につけられた傷が回復した。傷があと少し深かったら波紋でも治せなかった。でももう大丈夫だ。ところで、君の言う遺体というのはひょっとしてこれかい？
それはそれだ、よこせ。盗んだのか。他の部位はどこにあった。いや、よく考えるとあんたはずっとこっち側にいた。聖なる遺体に近寄ることさえしなかった。盗んだってのは僕の勘違いだ。すまない。僕はジョニー、あんたはジョナサンというのか。なぜここに。それは、というわけで、異変のことを感じ取った聖なる遺体が僕や仲間たちのいる時代に出現したんだ。それで遺体と仲間を集めるために光のひびを通ってここへやってきた。でも聖なる遺体が本来はこの時代のものだったなんて知らなかったよ。ちょっと信じられないほど荒唐無稽な話だな。でもあんたが聖なる遺体の部位を持って現れたのは事実。それにスローダンサー、僕には聖なる遺体が必要だ。分かった、ジョナサン。僕はあんたと一緒に行くよ。見覚えがあるぞ、この村。レースで通ったロッキー山脈の麓の村だ。この近くに聖なる遺体があるのか。あれは。大きな音を立ててはいけない。ディエゴの能力だ。村人たちが恐竜に変えられてしまっている。でも信じられない。これが異変なのか。ニュージャージーの線路のところで死んだはずだ。ディエゴが死んだところを確かにこの目で見た。今ディエゴと言ったのか。ディエゴ・ブランド、知ってるのか。前に会ったことがある。ディエゴは異変側について聖なる遺体を集めようとしていた。そうか、ディエゴも恐竜を使って遺体を探してるんだ。くそ、奴よりも早く遺体を見つけなくては。うん、行こう。なぜここにいる。ジョニー、ジョナサン、ディエゴ、お前こそなぜ生きてる。バレンタインに敗北して死んだくせに。だが結局は同じことだ。お前らが解体されて地べたにぶちまけられるってことはな。
一斉に襲ってくるぞ。波紋の連打で迎え撃ってやる。オープンザゲート。切り開いてやる。この先の覇気をするのは、スローダウンさん。グーディ。体を穴の中に巻き込む。恐竜こそ史上最強のモンスターだ。こんな古代生物がいたなんて。あなたが攻撃をする。グレイン。恐竜化された人たち、手荒なことをしてすみません。言ってる場合じゃない。まだディエゴ本人が残ってる。